皆さんこんにちは、ピンストロハザルと岩石ロックです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、何をするかというと、また早食い記録に挑戦シリーズということで、ノーハンドプッチンプリン、ようやく手を出していきたいというふうに思います。これ、まあ当然1年ぐらい前に、フィッシャーズのンダホさんが、ンダホさんね、はい、が記録出してるんですけど、それが 6.8 秒、 6.8、 はい、やったと思います、はい、で、今日はその記録、まあ他に速い人いるかもしれないけど、まあ自分たち調べの中で 6.8 が一番速かったんで、それに今回も挑んでいきたいと、挑んでいきたいというか挑んでいただきたいということで、早速やっていきます。まずこれを出ちゃったけど企画倒れじゃない？大丈夫？大丈夫それ出ちゃうね。どうする？これどうする？コントロールするか。はい、ということで、はい、後日ということでプチプリン買ってきまして、以前の事故はね忘れてもらって、これで、ね、今回はちゃんとプッチンできるように落ちないようになってます。落ちないよね。はい、よかった。これあのもう一回ルール確認しとくと、プッチンこの剥いて置いた状態からスタートで、一口で食べない、絶対に二口以上噛んで食べるという挑戦でやっていきたいと思います、はい、じゃあね、僕もちょっとやってみたいな。僕プリン、大のプリン好きなんでね。よし、プリンお願いします。よーい、スタート。あ、できた、できた、プッチンできたよ、できたよ。はい、一口、もう一口、いけるいけるいける、捨て捨て、はい、はい、入った。で、で、はい、はい、16秒21。なかなかいいんじゃないですか。俺にしてはいいんじゃない。なかなかいいんじゃない。来たんちゃう。これはなかなか来たんちゃう。口がね、俺見せたくないわ俺お上品やからさ、あんまりそういうとこ。僕が16秒21っていうことで、じゃあ次はね、はい、ガンス君の挑戦ということでやってやりましょう、はい、とりあえずね、まあその最速よくわからんもんやから、うん、とりあえずうなほさんを超えるようにやろう、うん、確かうなほさん 6.8 やから、6秒8ね、うん、そこを超えるようにやっていきましょう、うん、はい、はい、じゃあいきましょう。待って、なに、どうした、届かん皆さんすいません、余分お腹が突っかかって、この机に頭つかないってことなんで、はい、もっと高い四つん這いでやらせてもらいます、はいはい、はい、じゃあ岩石ロック君の挑戦、はい、いきますよ、はい、よーい、スタート。出ない、出ない、マジで。あ、出た、あ、出た、15秒23。カスやな、飲み込むのはさすがの速さやったね。はい、相手から出ればね、多分2秒。おかずくん、もう一個あるよ。おう、ワンモアやるかい。ワンモアやりましょう。まあ、うなほさんも2回やってるから。マジで？ワンモアオッケー？ワンモアオッケーよ。はい、オッケーかい？いくよ。レディー、ゴー。そう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 。オッケー。はい。あー、8秒72。間に合わない。8秒72です。似合わなかったね。ちょっと惜しかったね。ああ。まあでもあれよ、これ特訓したらもっと速くなるから。そうね、うん。練習をしましょう。そうね。あのまたね、リベンジということで。これ以前も言ってたけど、あかんかったらもう一回やるっていう。うん。勝てるまでやるっていうね。うん、今のところ勝ってきたからすごいってなってるけど。そうやね。うん。いや十分すごいけどね。だね。8秒7人ね。はい、ということでね、今回挑戦は残念ながら失敗と、はい、いうことになりましたけど、はい、またあのね、どんどん練習してリベンジをね、うん、していきたいというふうに思うんで、はい、まあ、近いうちにね、やりたいと思います。はい、はい、またね、その挑戦の方もしっかり見てください、はい、で、その挑戦どうだったや、気になるっていう人はチャンネル登録をぜひしてください。はい、はい、今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。